斉藤金之助6月28日から1986年1月25日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中尉海兵団から士官に昇進した。1912年6月28日、栃木県那須郡金田村小滝で生まれる。尋常小学校を卒業後、地元の東の鉄道に勤務した。1930年6月に、 横須賀鎮守府にある横須賀海兵団へ入団。新兵教育を終えて、同年12月に従順洋艦、過去に三等機関兵として配属される。1931年10月、戦艦、比例に転属。1932年4月に横須賀の海軍後期学校に入校し、9月に卒業すると軽巡洋艦、玉に乗り組む。この時点で一等機関兵。 1935年2月から同年11月まで海軍後期学校高等科に在学。在学中の5月に三等科士官となる。高等科終了後、再度、玉の配属となり、1939年3月まで上官した。第2次上海事変勃発により、玉は甲州湾に上陸する陸軍兵員輸送や空損放題への漢方射撃。 南シナ海沿岸の海上封鎖に従事した。1939年3月、千歳海軍航空隊設立準備員を命ぜられ、機常準備のため、大港海軍航空隊に赴任。6月に航空隊設営予定地に移った。同年10月、故障して動かなくなった、砕氷艦、大止まりの機関修理を命ぜられ、修理を成功させる。その後、 北から太のお葉付近で流氷に閉じ込められ遭難した食料運搬船、県山丸の救出のために出港。無事、食料運搬船の救出に成功。1942年4月、横須賀海兵団協会に任じられ、巡視官に昇進する。同年8月、戦艦、山城機関長。1944年2月、横須賀防備隊本部勤務となり、 将位に昇進した。4月に、従順洋艦高尾に転属。艦の所在は、作戦行動中のためすぐには確認できず、6月になって、ミンダの島で上艦した。冷凍機械戦後に、高尾は攻撃を受けて損傷し、シンガポールに終戦まで停泊。斉藤もシンガポールに泊まり続けた。降伏後、イギリス軍捕虜となった後、1946年に、 妻の実家がある、栃木県黒羽町に引き上げた。ありがとうございます。